超久しぶりの寿司動画ですね。1年ぶりくらい。家族来た時もそうだったよね。うん、こうユーロ行った時。加藤さんなんで今日落ちちゃったんですか。なんか話聞いてる限り何で落ちたのかわかんないですよ。いやー、なんでしょうね。僕もうかりのつもりで行ったんですけどね。開示は開示は小学部が一番いい。そう、成績出したらもうどうかとか。あと2点とか。あと2点。ああ。え、あと2点。あと2点。言ってますけどね、あと2点。いや、それは間違いないです。そうだよ、1点になっちゃうから。めっちゃ、そうです。だって横山の時のね、開示もそうだったかね、0.9 で。はいはい。横山さん、人格です。ダメだったんですよ。あれあれ。ああいうもんだよ、1点で。ダメっていう人が。そう、やっぱ、うんっていう。まあ、補欠合格だから、そもそもその1点のところに、バーッと出る。そうですね。可能性が高い。一口でぽい。すごい。一口でぽくすくい。手でつまんで。おめでとうございます。めっちゃ落ちた。めっちゃ落ちた。めっちゃこぼれてる。はい。手でつまんでやっちゃっていいっす。すごい。一口で早くパクっとくれ。ありがとうございます。いただきます。いただきます。めっちゃ美味しいです。すごい。うん。おいしい。おそぐな。あ、違いますね。この回転とは。下の上でとろける。あ、なすごい美味しい。美味しい。そもそも魚をあんま食べる機会がないんで自炊してると。あ、そうかな。あ、まあそれはそう。おばあちゃん家じゃないの。あ、そうそうす。今おばあちゃん作ってくんない。あ、いや、もう誰もいないおばあちゃんの家に兄弟で住んでるんですよ。あ、そうなんだ。なんでもう。常に自分のことは適当に自分でやってって感じなんで、僕は買い出しに行って、今アルバイトをしながら、あ、してます。あ、じゃあ、ほとんど自炊してる。自炊でもマジで、僕、パスタぐらいしかないんで。あ、どう自炊？自炊ですね。大学の寮で自炊してる。結局、無理っていう。そうね。嬉しいお魚。はい。肉食ってるってことだ。あ、そう、もう鶏胸か豚こまか。安い。単価の安い。親と買い物に行った時だけ値段って、鶏ももとか牛肉とかってもらうんですけど。何のバイト聞かれてるんですか？身内で、動画投稿とかの手伝いは。そうです。はい。それで、だから家には、家からほとんど出ないんで、ずっと買ったら便利ながら。一日何時間ぐらいやってるんですか？全然あれなんで、まだまだ技術があれなんで、毎日2時間ぐらいやって、で、そこから勉強してみた。あ、でも1日2時間で済むんですか？まあそうっすね。好きで何本ぐらい稼いんですか？いや、まだ、はい、もう先月からしかやってなくて、うん、まだ入ってないんで、どうなるかわかんないですけど。はい。安い。僕、タトゥー入れてる中卒の人と高卒の人と仕事してる。そうね、あれはね。いや、でも僕も、それがなかったら、東京に荷上げろと思ったんですよ。おめっちゃ好きじゃないですか。素晴らしい。うんで。いや、荷上げ死ぬっすよ。あ、やっぱ辛いっす。割とマジで。夏の荷上げはやばいです。そうなんですね。荷上げってわかんないですよね。いや、だから土方のことでしょ。あ、そうです。知ってるよ、土方放送禁止。的場浩二が笑っていいとこで言って、タモリが謝罪してたから。そこまで、ちょっと辛いしなかった。やばいっすね、夏は死にますね。それはそうでしょ。死なし。大きいでしょ、ないし。そりゃそうだよ。取るよ、中途エールです。いただきます。いや、わかる。荷上げは、荷上げって、言い方がね。パクッとくパクッと。パクッと。いただきます。いつ頃から荷上げって言ったんだろう。地上げ屋みたいな。地上げ屋。地上げって量じゃないですか。量っすね。違うよ。え地上げ屋。やば。僕の親とかもとかで言ってるんですけど。いや、絶対そうだと思う。そうです。いや、上はもう全然子供の時から放送禁止用語だったけど。禁止用語だったけど、親が使ってたから。全然言えなかった。親がバイトしてた。2000何年かの、日本史の共通テストで、資料に、当時の球場、当時の球場の資料に、職業は何だかと語ってやって、そこに注引かれて、これは放送、なんか、差別用語だけど、あえて残して、みたいな。なるほどね。へぇ、すごい。いや、だから当時の、まあ、それより、まあ、だから昭和のそもそもアニメとか、差別用語だらけだった。うん、まあ、そうですね。あれだって、星シューマー。そう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 。今日の父ちゃんは日本一の日雇い妊婦。日雇い妊婦ってダメなのこれ。今日の父ちゃんは日本一の日雇い妊婦ですってところが、結構長い間、ブブブブってなるからね。だから、テレビ埼玉で俺は再放送をずっと見てたのが、
だから本当に巨人の星はもうないの、音が。あの全部 P ですの。P とかないの、音が消えんの。そうです。うちの父ちゃんは、あんたんとこな、ああ、とか、お前は、ああ、このままじゃ姉ちゃんが、じゃないか、とか、そういうのばっかりで、一体何なんだこれは、止めながら見てた。で、親に聞いて、こういう場合だと何だの。あ、そっか、俺はだから全部まだ放送されてる時にちゃんと見せる。面白い。そういう、あれです、言葉選びないんですよ。だって今、肌色なりですよね、ペールオレンジだから。そう、肌色だから。もう今、確かにクレヨン買うと、ペールオレンジだけど、肌色なりだから。漢字で言ったらどうなんですか。肌は肌ね、いろんな色があるってこと。日本人の黄色ぐらいじゃないんだけど。なるほどね。俺でも普通に使ってた。そう肌色使ってた。いやでもそんなドカンとか言っても今わかんないですよ。そうわかんない。あとだってさ、あのこう確認もせずにこうハンコをベンと押しちゃうのってさ、言えないよね。だって今そうですから、めくら版っていう、こう全く確認もせずにバーンとハンコを押しちゃう。お役所仕事のことをめくらばをすっていうんだけど、めくらってダメ、めくらダメだって。そうなんですね。ガチャメもダメだよ。ガチャメわかんないでしょ。そうガチャメわかんない時代だから、使われてない時代に。再放送かなんかモノマネ番組みたいな。左右の視力が違うことで、あーなるほど。僕だからガチャメだったからガチャメって親に言われてた。これだから今別に P あれですけど、はい、あのあれっすわ、今型はって言ったんですよ。そうだから、そのそうダメ、それ姉ちゃんがって言ったのがそれ、姉ちゃんが型はになっちゃうじゃねえかっていうのが型はっていうのが。僕らも全然親言って、僕も使ってたんで。使ってないわ。僕使ってました。普通俺はだからそれを親に聞いたの。何タイプ、違うよ、噛み合ってねえや話で。はい、見てんすか。もうこれしか見てない。放送禁止用語ばっか言わないでくれる。ちょっと編集する人の身になってくれる。知らんけど、サブちゃんだったら大丈夫なのか分からんけど、何がダメなのかも分かんない。 YouTube 上何がダメか分かんない。黄色マークでしたから面白いし。でこの間だからショート動画もさ、ダメだったから、あの選手してる選手だとか、それやったらアウトだ。すげえ、すごい時代だな。コロンブスって。違う、コロンブスは全然大丈夫。あ、大丈夫です。センシュアルとかセンシュアスっていうのが出てるのを説明した動画がアウト。でも、あのだって全然おすすめのらんか。全く。でもあそこの区別受験生苦しみますよ、みんな。だからそれはあのシャドーバンされてたよ。全くおすすめのらん。じゃあ俺見ましたけど、多分それ前か、そのバンされる。いやで、バンはされてないから、シャドウバン、おすすめに乗らない。登録してれば見れるってことですよ。ああ、そういうことですか。登録してに乗ってこないんだ。ああ、なるほど。あの、ツイッターのシャドウバンと一緒。X のシャドウバン。SNS、ちょっと。あ、やっと対策が出るから。角川。あ、角川さん。角川は今だからダウンロード音声ファイルできないからさ、今。やっとやり方出る。これ森哲さん先生にはね、あの、共通テスト対策の参考書あるじゃないですか、森哲先生と斉藤先生が出してるやつ。あれ結局今年改定、まだ推進、まだもう届きました。まだですか、ね、京都の。何もやってるよ、とっくにやってるよ。推進なんてもうだってその日に、その日にだってもう、受けた人から問題もらってるから。もう出版しできそうっすか。あれ割と僕もそんなすごいかね。そんなすごい。あれマジで良かった。9月とかじゃないですか。出てる。あの本当に良くて。ああそうだ。リスニングのテストしないと。共通テストもし受ける。あの参考書。すげえ。去年からずっとやってないですよ。すげえ。ファンさん寿司はいつからやられてるんですか。今度本格的に。どうだろう。まあ一人に。やりたいのは子供ができてからかな。じゃあご家族に広まったりするとかですか。そうです、近所の人とか。あ、すごいすげえな。ロンドンに行った時はママと行った。そうです。ちょっと受け良さそうですよね、それ。うん、そりゃあそうでしょう。もう浮気し放題だ。そういう人じゃないか。袋を掴むってそういうことですか。そっちの勘太郎さんの本も買っとくとか、はい、買っとくだけで読まないけど、全部分かれ、読み難しそうなんだ。その受験数学取れるようになってください。そう、難しい。
理科をやり始めて想像以上の暗記量にビビってるっていう。なんかほん、なんかみんな YouTube とか見たら大体なんか理解理解とか言ってるじゃないですか。そのむあの東大の人とか言ってるから、実際やってみたら結局ゴリゴリ暗記っていう。いや、物理も常識は理解しなきゃ暗記できないんです。あの科学のやばい暗記量でびっくりしてるっていう。社会科学のモルの計算とかやったらもうまさに。ああ、どこの大学目指してるんですか。いや、ないですね。とりあえず今森大使取ってるとかないですけど、とりあえず協定が、協定がとりあえず理系の国公立に行きたい。そうです。でも今とりあえずまず協定がどうにもならんとダメなんです、うんうん、共通テストをひたすら勉強して、共通テストのみ科学ね、科学と物理です。僕が一番好きだったし、一番簡単だったよな。え、よ圧倒的に、圧倒的に、圧倒的に科学は分かりやすい。暗記してました。そういうのめちゃくちゃあるじゃん。すごい。でも暗記するものなんて別に英語に比べれば全然少ないじゃん。英語はガチの暗記ですか。ガチの暗記じゃね。英語は暗記じゃね。受験は半分暗記な気がしますけどね。科学でも本当に理屈ないから、岩とか。いやいや、めちゃめちゃ理屈あるよ、科学。だから俺覚えられたと。いや、あるんですけど。英語はそれがきつかった。向きとか本当に。いや、向きとかもさ、ルール分かってくとめっちゃ面白いじゃん。なんかトーナメント表みたいにさ。あ、それはそうです。それは、まあ、一個ずつ手で取って。いや、だから、俺も勇気からやったからね、俺ね、ちなみに。そうなんです。だから他の、全然理解できなかった。で、最後行って、最後勇気で分かって、こっから回せ。で、最後勇気で分かって、で勇気から戻ってた向きってやつね。で計算とかできない人間だったから大変だったり、最初何も分かんない。そう、だから全然得意でも何でもなかったけど、勇気で理屈が分かって、そこから全部理屈で覚えてる。はい、ゲタ返して。おい、ありがとうございました。いや、本当に美味しいっす。舌の上でとろけるっす。最初理論やってるとき計算が受験の話してない、ずっと寿司の話してない、理屈長すぎてビビっちゃうんですよ。あれ本当にあんなに当たるんか。カロリーとかモルとかは全然ダメだったから、俺数学嫌いだったから、まあ、勇気で理屈が分かる。勇気のその乗って教科書に載ってる式全部覚えたからね。え、マジっすか。理屈が分かれば簡単なんだ、反応とかね。すごい。そっからなんかこれ2がくっつくとかさ、そういうのが分かるようになったら、そういうことか。何も分かりません。難しい。なるほど。でもこれはどうか。おお。あ、大丈夫です。もういただきます。科学は教科書に書いてあったこと全部。炎色反応とかの時にひたすら懐かしい。あれなんですよ。もうこのアジェとかで言ったもう合わせ。リアカーなき系。そうそうそう。まあ勇気もなんか最初は本当に分かんないんで、そのとりあえずそのペンセン管。はい、慶応でも科学6単位と。あ、そうですね。科学実験を含む。昔って文系でもその今と理系、今の理系と同じ科学ですか、普通の科学って。いや、科学分かれてたからね。科学2と科学 1B で分かれてたから。2まで行くと確かにね、すごい難くなる。一気に。科学基礎みたいな。学じゃない。科学1って普通にちょっと科学に入って、今の 1B はそう入ってますし、ね、今で行くときも確かにそうか。まあそうだね、やんなきゃいけないことはだいぶ増えるな。まあそうですね。全くみんな演者じゃないからさ、もう全く顔がみんなこっち見てる。いや、ごめんなさい。ずっと寿司見てる。エビ。何エビ？あります。赤いですか？赤エビ。でも、カンタロウさんの経歴知りたいですよね、すごい。経歴と58歳。浦和？ 58 歳。え、埼玉は浦和高校。浦和高校行って、早稲田行って、うん、で、二浪して早稲田行って、え、でそこからずっと数学を教えられてるんですか。いや、あ、でも結構そこが空白なんですよ。すごい気になってて、うん、うん、高校3年間で1秒も勉強しなかった。うんうんうん。
と日米を勉強したかった、ね、サッカー小僧だよね。だからといってサッカーがすげえ上手かったわけでもないけど、浦和ってサッカーで、サッカー強いですよね。スライって、うん、優勝全国制覇3回もうすごい、すげえな。いや美味しい、え、ありがとうございます。このスポーツ好きですよね。気持ちいいですよ。家族剣道だもん、うん、もうずっと15年ぐらい、うん、15年みんなね、バスケだと思ってる。まあそうですね。バスケか陸上かサッカーだ。だってあの、兄、100m 速いやつ。サニーブラウン。サニーブラウン。コメント来てたから、そういえばサニーブラウンって。似てるよ、サニーブラウン。似てるんですか。そんな、あのね、それはやっぱり区別ができない人はそうなるけど、いや、俺は見て全然似てると思わないから。いや、もう思わないです。第一印象あれですよ、八村塁さん。確かに八村塁の方が似てる。いや、全然似てないから、もうやっぱり区別できないからさ、まあまあ。やっぱね、アメリカ留学してやっぱいろんな人と会ってる人とそれやっぱ違いが分かるから、ね、そうですね。だからあれ言われますもん、日本人側だねって言われますもん、僕。そうそうなると加藤さんの親の方も、はい、ハーフです。はい、はい、お父さんですか。お父さんがコンゴのアメリカの時のと日本です。え、もうずっと日本。お父さんもハーフ。あ、じゃあお父さんがコンゴ純粋の、はい、でから日本に来てって感じです。え、ずっと日本住みですか。あ、そうです。あ、ずっと生まれた時から。もう教育もすべて、アイデンティティも。コンゴってフランスも。そうです。フランスは全然。無理です。あれなんですよ。一旦父が挑戦したんですけど、うん、なんか、それだとなんか、言語がたどたどしくなっちゃいそうだなってなって、うん、僕が生まれる頃にはもう、お母さんは日本人です。日本人です。家庭内は日本語なの。あ、もう父も日本語で、全然普通に生活できるんで。お父さんはいつ頃から日本語できる。え、もう多分、わかんないですけど。だいぶ前から。多分、20いくつで日本に来たと思うんですけど、それでもうできてたと思う。できてから来た。できるようになってから。詳しく聞いてます。いや、でもやっぱ、ああ、たどたどしいなと思ったりすることあるの、お父さん。ああ、いや、聞けばわかります。やっぱ。でもそれでもなんか仕事を受けたり。おい、そうっす。いや、すごいと思います。日本語を習得する。結構大変だよ。大変だよ。いや、現場によくいるんですよ、あのアジア系の。まあもちろんそうだね、今は。はい、もう移民っていうか、移民ただ、出稼ぎ。そう。なんて言えばいいですかね。知らねえ。ありがとうございます。それすごいと思いますよ、本当に。今、英語とか外国語をやってるうちに日本語のやばさが分かるっていう。すごいです。まあ、だから距離が違うから。うん、なんか語族とか学校で言うんですけど、うん、だからね、どれにも属してないっていうあるのに、あのモチベーション、日本語をやろうっていう気持ちがどれだけで、うん、まあ日本はだからまだ1億5000万人がいて、でまあそれなりに経済も発展してるから、うん、外国人から言ってやろうって気持ちになるのかもしれないけど、うちの息子スロベニアに行った時に、スロベニア語絶対やる気しないって、うん、そうだろうね、うん、だって人口200万で喋ってる人が200万しかいなくて、うん、で周りの人英語でも通じるとは。ご主人はなんでスロベニアに。あ、母親の仕事で。ああ、そういうことか。そういろいろありますよ、そういうのがね。ワンタロさん、教職は何年から。教職は0年だね。2000年。0年。経験なし、歴がゼロっていう。ああ、そういうことか。え、いつから数学教えられてるんですか。数学はだから、バイトから、塾バイト。大学の3年の時に、早稲田アカデミーのバイト始めて、その時に、まあ、算数。へぇ、それ算数。数学教えて。え、数学は当時から得意だったんですか。そうね、まあ、一応。すごっ。少しは聞きたいの。俺は聞きたいっす。外録チャンネルみたいな感じで話していただけると。高校入試は、あの浦和高校受かるには、俺の頃で200点満点で190点以上の考えがある。すごい。え、浦和高校一番頭いいんですか、最後まで。95%。勘太郎さんの時の高校入試って今より難しい。あ、いや、今より簡単。いや、あの、今は、あの、学校ごとに、問題あったりするけど、ああ、俺の頃は、まあ、とにかく、超基本的な問題ばっかりだから、うん、統一の試験で、簡単だけどミスしちゃいけない。中国の高校みたいですよ。
いやー、顔顔はまた別だね。顔顔の方が全然難しい。あ、まあそうですね。もう一発。顔顔は、ショーによって違うシステムですね。あ、そうなんですか。問題が違うんですね。問題違う。上海とかだったらむずい。そんな話どうでもいい。全然違う。はい、チャームシです。それはスプーンあるな。すごい。じゃあ韓国と同じ問題だ。じゃあそれで、口。まあ、熱いから。めっちゃ猫舌なんですよ。ああ、少し開けて探してみて、うん、そのうちまたちょっとすごい、え、だって感想が熱っなんでそんなそんな感想言う想像以上にえ、でもこれそう表面張力なかなかお家でプルンプルン表面張力とでも言えばいいちょっとかき混ぜるんじゃねえよすごい、え、でもこれ家でできる完成度じゃないですね。すごいですね。家でチャーハン飯作ってくれる人なかなかいないでしょ。僕作りますよ、具材なしで。うちも親作ってくれたんですけど、うどんだけみたいな。まあ、つゆは。でも大変ですもん。あ、だから俺の話聞くの。聞きたいです。だ高校入試の時は、だからその、95% 飲んなきゃいけないから、素人勉強したんだよ。で、しかも、そんなに絶対受かるような、学校生からやめろって言われてたから、受かるわけねって言われてたから。で、だから高校入試の時はね、1日13時間以上。勉強細胞の平日もですか。平日も学校行かなかった。ああ、なるほど。俺らの頃もう校内暴力がもう吹き荒れてたから授業成立してたの。あ、もう、え、学校の中では進学校に行くみたいな空気はなかった。全然、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 あ、そうなんだ。え、その状況でずっと家で勉強して。で、だからもう、学校先生も別に暴れなければ、はい、自分で勉強してるんじゃないもん、はい、授業中はずっと勉強、自分が。で、学校で、ね、終わるまで進路進まないから、はい、だって社会とか理科とかって先にやって練習問題やらなきゃいけない。そうです。で、学校で最後にやっと終わるぐらいのフェーズだから、自分で勉強して、すごい。で、まあ、毎日12時間以上。その状況でなんで浦和高校にまず行こうと思ったんですか？うん、だって、サッカーがやりたかった。あ、そういうことか、サッカーが強いから。うん、すごいな。あ、すげえな、そのモチベーションだけで。で、なんとかしよう、よかったね。192点取って。うん、すごい。すごい。A 数社満点。え、数字待って。はぁ、あ。当時から今レベルで、数学ができてた。いや、だから、で、その時やっぱり、勉強としては数学が一番面白かったんだな。でも当時から公式は同数して覚えてくれた。いや、でもね、解の公式はあの時は多分、まあ、乱記してるのかな。まあ、誰も教えてくれないし、まあ、そうです。僕も呪文で何とかしました。2F のマイナス B プラスマイナス B みたいな。で、高校で、これ入ったら、まあ、勉強はもうだから、バーンなるけど。ああ、そうか。もう追いつきですよ。え、で、ずっとサッカーして。で、まあ、サッカーして、で、まあ、あんまり学校も行かずに。はいはいはい、はい。午前中は、ローンとかやってて、午前中はね。え、なんかあれでしたっけ、定期テストの時とかなんか見せてもらった。ああ、定期テストはもう、全部あの、うん、取った点数の、高校時代取った点数の8割以上はカンニング、もしくは外注。外注もう、だから、隣だって、ちょっと、俺と。30点ぐらい書いてくやつ。え、今とかだと割と先生見回ったりとか。いや、それは知らんけど、まあ、あの頃、今じゃ、今だったらもっと簡単にできたのかもしれないけど、あの頃はね、テスト用紙と同じ紙を手に入れて、はい、それに教科書ガイドをコピーして、はい、で、テストっていっぱい配られるじゃん、はい、その一枚ぐらい多くてもバレないじゃん。机の上に、教科書ガイドとコピーとか置いて、それでもやっと、あの、赤点ラインをちょっとクリアするとか。早稲田行きたいと思ったのはいつ頃ですか。別に全然行きたいと思ったことない。え早稲田行きたいと一度も思ったことない。高校で、え、一発目はゼロ地ですか。あ、もちろん。だって、勉強時間ゼロの人間が受かる。まあ。え、で、だから1年目はだから、もう全く勉強しなかったから、とりあえず、普通、そしたらできるとしたらさ、暗記するだけの日本史とかさ。はい、まあ、英語はどの学部でもいいんで、英語、日本史と来たらさ、はい、そしたらもう、じゃ私立文系だよ。で、一番。で、私立文系で一浪してたんだけど、一浪中に、数学勉強しないとつまんねえなと思って。ああ。やっぱ、受験勉強といえば数学だよなと思って、二浪目にやった、それは。はあ、すごい。文系。文系も理系もねえよ。だから、バカ系だよ。あ、0点のことか。あ、そうっす。数学0点って何回言ってたの？早稲田は何されてたんですか？あ、それで塾のバイト。うん。早稲田なんて決めてる人ほぼ言ってないよ。ん？早稲田は。ああ、まあまあまあ。ほぼ言ってないです。へぇ。で、塾でバイト始めたらそのまま社員になっちゃったって感じですけど。へぇ。
社学のレベルがどんどん勝手に上がってった。そう、うん、めちゃめちゃ混ぜてる、混ぜる混ぜた、僕デポジターなんて混ぜちゃうんですよ。すごい、待って、大学行ってるからあれなんですか。え、あの1年目ゼロ単位とかの人、え、本当に大学行かない、行かないってことですか。行こう。一応、そんな人さらにいる。国立、それこそ君らと一緒で、国立全く評価です。受けた。そうだった。あんま分かんないんですか。すごいですよ。受けた。受けた。受けた。あ、はい。なんで2つ ?2 じゃねえ。え、でもゼロ単位とかいるの？いるよ、いっぱい。あ、そうだ。行かなくていいよ。あんま分かんなくて、その、私も。私もゼロ単位ですよ。行かない人がいる。だって教えてる側で一回も見たことない人なんか全然余裕でいたもん。みんな割と銃を今だからか分かんないですけど、結構みんな出るんで最近。うん、みんな真面目でしょ。うん、そうですね、みんな出るから、うん、なんか大学、そっか、いや、まあ、アルバイトしてて自分が向いてるって思ったんですか。まあ確かに教えることに。あそこから実家帰ってその当時の給与明細が出てきて、これ1年目で時給500円だった。めっちゃすごいね。今の1900円から、うん、1時間1900円から2年目2450円。おお、それで1日何時間働かれてたんですか。まあだからバイトでも月20万ぐらいもらえそうにやる。そういうこと、夏夏期講習とかだと社員より増えちゃったりとか、はい、そういう時代だよね。今ありえないっすね、今軸の。いや、ありえなくはないよ。ありえなくは全然ないけど。昔よりは全然そんなことない。スタートが低いから、今は。そう、ね。昔より。ただ、うん、最低時給は全然上がってるから、昔より。なんか事務給が高く。あれだから、俺らの頃はもう本当に事業時間ぴったり分しか。そうそうそう。で、別に、だから、ちょっと延長したからって別にその場合じゃないし、2時間の時給だったら2時間分の時給が出る。うん、森田先生とかって最低時給何円とか。今1200。知らんわ、全然。1200もねえよ。1200が最低時給だったら俺死んでるよ、雇ってる側とか。確かに1100、今1100いかない。100,600円。80ぐらいですか。そう、だから個別の塾の先生の価値が下がっちゃってるから今。それだったら。中等の。だからその塾で教えてるのでコマがなかったら、いやいや、そんな飲食店で働いた方が儲かるから。そうですね、うん、飲食店って長時間で行けるから。そうそう、塾ってコマがなければ、まあ、そうですね、そうですね。コスパはいいけど長くできない。うわ、うん、まいただきます。けどコスパが悪くなっちゃって。うん、うん、いや、その点宮城です。コスパ最高っすよ。今日1時間働いただけで、7000円か。そうなんですよね。1時間働いて。あれですよ、決まっ、1日行きます。いや、午前午後で分かれてて、午前中に、物量がもう決まってんですよ。このボード上げて、みたいな感じで。この石膏用ボード上げてとか、この軽量って言ってなんか、機器みたいなのがある、うん。これ上げてって言われて、まあ、バカ重いっすけど。やってしまえばこっちのもんですよ、うん。で、終わったら、あ、お疲れ様ですって言ってください。終わればおしまいだから。終わりです。飲食プロジェクトベース。飲食すごい長い、長い代わりに、まかないとかついてくるから、すごい、いいんですよ。いやー、飲食は辛いね。それぞれ、まあ、バラバラ、まあ、一丁一短で、いろんなものがあるから、なんとも言えない。昔は飲食なんて最悪の。あ、そうなの。その代わりも、めちゃくちゃ物量が多いと、もう4時間ずっときついんで。で、今、前行ってた現場が、港区のタワマン、はいはい、タワマンなんですけど、もう次から次へと来るんですよ。でも17時まで、8時から17時までずっと、ボード上げて、ボード上げてとかって。僕の話はいいですよ、カンタロウさんの話が聞いた。でも、おしっかり。俺の飲食店の話、腰を折っておきながら。今日何回もおられる。いやいや、基本いつもそうだから。めっちゃ編集大変だもん。編集大変なんだ。かなり短くなってるから。ああ、確かにそうですね。うん、話のつながりがやっぱ合ってないとダメだもんね。そういうのね、大変なんか話。だから飲食店は昔は残業代が出なかったから。あ、そうなんですか。飲食は残業代が出なくて、
だからマクドナルドの店長たちが、ね、訴えたりとか。ああ、確かに確かに確かに。何時まで働いたらその後ただ働きなの、飲食店の店長はなんかその時間外労働普通みたいな。そうだから店長だけじゃない、バイトも全員出なかったから、そうみんな出なかったから、はい、で俺納得いかなくて居酒屋すぐやめた。そいつですか。大学1分かんない、まあそれ時に出ないとこだったから3時までで3時以降は一切出ない。うーん、だから5時まで働いても出ないし、うわ3時までのやつだし、6時まで働いてます。そんなこっそりなんか出たくなっちゃいますね。出たくなっちゃう、だからもうやる気がなくなっちゃうわけ。プリッ、いただきます。それですぐやめちゃう。プリッ、ありがとうございます。プリッ、プリッ、よし、うん。受かってからだよ、とにかく。そうなんですよ、病院だと塾のバイトできないんで。うん、そりゃそうだ、悔しいです。本当先生っていう仕事は尊いなと思いますけど、うん、将来先生になりたい。いや別にそういうわけじゃないですけど、うん、教えるのは好きなんですけど、うん、なんかでもなんか熱意になんか比例しないじゃないですか、うん、それがすごいなんかうん、きついなって、すごいな、やそれでもやりがい感じてやってるのすごいなって。高校の時からずっと思ってますね。高校はまだなんか言ってたんですけど、まだその生徒がそのある程度決まってるじゃないですか、賢くなって。中学校って本当にみんなその優先です。そうなんですよ、ね、本当にすごいっていう。いやまあまあそれはもうバラバラだよ。もうそれは学校によって全然違うから、それは高校でもぐっちゃぐちゃなとこ行ってるし。確かに森先生、その昔の動画で言ってた、高校の時やばい、なんかその割ときつそうし、まあ、あんまり勉強のその、真面目じゃない高校に行ったのか。真面目なじゃない高校で教えるとかも、本当にすごいよね。めちゃくちゃ。ああ、でたらめ。教えること以外が仕事で。教えることもできないからさ。そう、でもそこも、だから上のクラスだったからできる子もいたし、できない子は何にもできないし、めちゃくちゃだった。東工大目指してるやつが一番上にいて、そいつだけできるけど、あとは何もできないから。あとあれですよ、大学もなんかトイック200点台ですよ、なんか昔ちょっと。そんなのいるよ、ザラザよ、もうゴロゴロいるよ、そんなの。YouTube は錯覚させてる。頭がいい人がすごく多くて。ああ、そうですよ、みんなそういう動画ばっかしだから。だから今日もコメント来てたけど、模試の結果で、こんな藤川レベルが数十人もいることに驚き。ああ、いや、そんな数十人どころじゃねえよ。世の中にどんだけいると思ってるんだ。そんなの。その、模試を受けてただけでしょ、その人たちが。模試受けてない人の方が、そのレベルは多いわけで。さらに言っちゃえば別の学年とか入れたら、そっちの方が全然メイン。そっちの方が全然多いわけで、世の中に。今君らの代はまだ年間100万人生まれてると思うけど、そうですね、今70万人でしょ。そうですよね、そんな少ないですね。だって一応何、いわゆる一流大学って言っていい定員って10万人分ぐらいあるでしょ、うん、7人としたらって半に1人優秀でいいかっていう話になります、うん、小学校の普通の誰でもいるような小学校の半に1人優秀っている。確かに半に1人だよ。そんな時代、田舎だと、田舎感覚だとやっぱり100人に学年に 2,3 人じゃない、ね、仲いい友達グループの一人絶対一流大学に行くんだもんすぐ。だからもうこの教育業界はもう一人の単価にかかってるからね、一、うん、人にどれだけ手厚くやるかじゃないと塾業界は終わる、うん、で大手のその子供に教育を提供するって言ってやってきた会社たちもう全然子供をずっとこうやってやってたらもう潰れるって分かってるから、うん、全然方向転換してるからね。まあいずれ分かると思う。10年後に10年後にあの会社もあの会社もあの会社も全然違う会社になってますから。今の規模を保てないからね。そうですよね。今もその昔みたいに満員、教室満員になるとかみたいなことはほぼないんですか、ね、いやでもあるけど、だから教室のキャパにもよるし、
でもそれこそ関先生みたいなことはなかなか難しいですよね。列待ち何をもって関先生がどういうイメージかの分かんない授業の立ち見とか立ち見が出るみたいな、そういう300人クラス満員で列待ちとかそんなのはもう、うん、ないよね。それだから俺はだからいつも言ってるけど関先生がもう最後のカリスマ、関先生、うん、まああと、うん、可愛いだったら成川先生が最後のカリスマです、うん、成川先生ってあれですね、英文法の分厚いサンプル書いてる人ですよね。関先生裏子で、そう関先生裏子なんだ。それ以降はもう出ない、誰も。で、まだ満員にしてる。それ、二人よりも上の人たちがまだね、寸大とかだと満員にしてるけど。はい、竹岡先生とか、うん。まあ、竹岡先生も上でもちろん。で、ただ竹岡先生は関西だから。関東じゃないから。確かに。だから、違うんだよね、また。で、関先生は全国だから。うん、ただ関先生が満員にしてたのは北九州予備校だから、まあ、またそれも違うんだけど、そうですね、だから難しいよね。関東であれだけグワッと埋められる人はもう誰もいない、一人もいない、まあ、そもそもだって YouTube 見れば分かっちゃいますもんね。はい、ゲッター上指標言うても、ヨゼミが縮小したのがやっぱりもう予備校の終わり告げてたよね。今、ヨゼミの残ってる校舎とかっていうガラガラなんですかね。先ラインがすごいの知ってるんですけど。醤油が自分で垂らしてるんです。使えないような話いっぱいしないで。で、19人とってはい。醤油は彼からもらって。はい。ありがとうございます。やった。押すんだよ、上を。そうですね。教養のナスが反応します。片手でやる方。そんなやり方初めて見た。あ、押すタイプ。いただきます。回る寿司とかで割と。よいしょ。はい、これで一応一通りでだから、あとは好きなもの言ってね。あ、そうなんですか。はい、お願いします。はい、はい。ビール飲むかい？いただきます。めでとう飲む。じゃあ、ちょっとだけ。はい。よいしょ。はい、それでコップは。3人だけね。森田先生って大学時代どんぐらいだもん。大暴れぐらいになってました。いや、俺だってカシスソーダしか飲まない人って言われてた。はい、おはようございます。いや、ゼミの飲み会で飲むだけだったから。ゼミ合宿、はい、ゼミ合宿で初めて。二日酔いになり、うん、ゼミの、はい、乾杯、はい、3人だけで、はい、卒業旅行で2回目のあれを味わった。あ、10日ぶり。あ、美味しい。そうやな。で、これ飲みやすい。あ、そうなんですか、うん、甘い。全然少しじゃなくですか。うん。で、あ、10日ぶり。あ、ね、まあはい、アメリカ、はい、タイを食べたい、はい、ね、アメリカに行って、はい、その韓国人とドイツ人と仲良くなって、はい、そいつらが毎日飲む人だったから、はい、そこでやっと飲めるようになった。あ、そうなんですね。そいつらがビールとか飲んでたから、ビールなんか飲んでなかったけど、いや、韓国、ドイツはビール飲むから、それで飲めるようになった。で、その後カナダ行って、はい、スイス人たちがクラスメイトだったから、スイス人たち必ず金曜はもうクラブで、あのテキーラみたいなやつらだったから、はい、それでテキーラとかも飲めるようになった。だから別に好きとかはない。お酒が好きとか、もうなんかこれがうまいとかは別にない。適応したっていう。そう、ただ適応した。ただ適応した。あれですよね、彼女を追って外国へみたいな、うん、外国チャンネルで言われてましたもんね。うん、街録チャンネルでなんて、うちのチャンネルでもいくらでも話してる。そうですね。いくらでも話してる。街録とトマホーク人の彼女ですよね。韓国人の彼女。韓国に行ったんですか。懐かしい。加藤さんいないですか。あ、いないっすね。え、いない。いや、なんかもう、高校から。絶対飲んだと思いました。いやいやいや、なんか部活と勉強が、うん、なんかもう、それで打ち込んじゃって、それでなんか、あんまり。剣道だけにね。あ、もう高校時代がずっとですか。あ、もうそうっす。もう高校は、なんか別に。周りの女何してんの。いや、別にそんな、みんな仲が良かったですよ。あ、全然。でもなんか、全然、もう、
気にもならなかったですね、熱量が部活の方に、はい、結構なんかもうきつかったんで、うわすごいな、それそういうなんかすごいかっこいいな、まあ今はなんかもうダメだろうっていうその探しに行かないとないじゃないですか、出会いが。あ、そうですよね。だから何もしない、探しに行かなくていいっすよ。だから何もしないっていう。そうですよ、そうですよ。そうかな、おっさんはいないですか、もう今言ったら勝手にやってくるからいいんだ、それ、で終わったら勝手にやってくるから安心しろ。僕も勝手にやってくる人怖くないですか。勝手にやってくるよ、絶対。あ、これいいですか。あ、まあ、僕マジで彼女いないのに結婚できる人だから全然ダメなんですよ。ああ、一人もできたことないですか。ないですね。ああ、そうなんですか。でも食ったことはあるんですけど、全部食べれる。でも楽しく、そっちがもう楽しくなっちゃうじゃないですか。何ですか、恋愛すると。うんうんうん、間違いない。本当に気をつけた方がいいと思う。すごいですよね、家から両立できる人とか。はい。まあね、はい。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、レンズとか。本当に。中村レントさん、殺される、殺される。怖かったー。サンがこっち向いてたらより。うんうん。まあ、どうか。え、僕も初めて彼女できたの、21歳とかなんで、全然大丈夫だと思います。拳で。拳で作ったんですか。意味わかんない。なんだっけ。葉月とかね、もうそこは、大学入ってすぐだった。チャラチャラに遊んでる。ちょっと服装か。じゃあ飲みますか。あ、ありがとうございます。そう。いや、彼女の写真入れてくださったから、携帯の写らないように、うん、めんどくさかった。すごい。ごめんなさい、お茶どうすか。大丈夫です。よし。今ね、一応一番心配事はあれです。あの、学校の先生に言ってないように受験するとか、うん、あの、取りにくいです、京都の受験票が。あれが一番今。あれね。先生に出しまうのできるんで。いや調査票とか。高校の調査票。ああ、確かに調査票もらいに行くのめちゃくちゃ、僕もあれでした。いや、めっちゃ憂鬱で緊張そうです。僕もだから言わんと、戻らんといけない、あっちに。そうだね。まあ、このジムとかで出してくれる学校だったら、ね、そうですね、別にジムに言うだけだからね。なんかあれですよね、電話とかで、そう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 、とかそう、わざわざ、ね、サーモンいただけますか。はい、あ、うん、そうだ、さ、炙りしか食ってないから普通のサーモン。そうそうそうです、なるほどね。いいなぁ、サーモン食べたい人。はい、じゃあぜひ食べました、これから。うん、私は両手三角くらいだなそうだ、今年も。あ、新課程と旧課程どっちで受けられます。9ですね。まあ、9で数学なので、そうでしょう。まあ、僕はあの、あれなんです、まあ、新課程でも迷ったんですけど、うん、整数がなくなるじゃないですか。数学うん、整数をもう取りどころだったんで、整数が。うんうん、それがなくなるのはちょっともう論外かなって。なるほど。多分、しかもあの、大学の2次だったら整数消しちゃったら結構まずくないって思って、まずいっす、多分出ると思うんで。うん、あれはどういうあのビジョンで作られたんですかね、数学の。それは分からない。俺、数学は分からない。あ、でも、本当にもう。整数が一番難しい。え、あれはどういうビジョンなんですか。ビジョンって。なんかどういう、なんか、統計的推測ってわけわかんないじゃないですか。なんか、ベクトルがいきなり数進に行ったり。どういうビジョンで、あれ、何の目的があって、ああいうふうにやったのかっていうのは、全然僕は。はい、そう。教育課程の改変。あ、そうです。目的。それは意味は知らない。分かる。でも、ベクトルも絶対、あれですよね。試験としては重要ですよね。うん、ベクトルでができるかできないかって結構数学が文系って、あの参考書で、2ビータスベクトルになってるかなってないかって、こう文系でかいじゃないですか。ああ、そっか、それがあるのか。これめっちゃでかいっす。めんどくさいっす、ね。参考書で選んで、僕、今ニューアクションレジェンドやってるんですけど、はい、ニューアクションレジェンドだけ、数式ベクトルだけっていうのがあるんですよ。それでニューアクションレジェンドにしたんで。で、それがなかったら、ベクトルのために別に。そうそうそう、数産式を、数産式を買わないで。それも大体2500円ぐらいするから。でもあれ英語のあの協定の進化ってあるじゃないですか、うん、マジ量えげつなさすぎて、今でさえただ多いじゃないですか、うん、2024で、うん、あれより増えますもんね、多分その思考とは言われてるけどね、そうだ、大文数は減るけど量は7000ボードぐらい終わってすごいなるんだ、まあどうなるのかね、めくってもめくっても終わんないですもん、ね、そうですね、かわいもしは受けられました、いや僕もあ、まだあ、そのお金、夏休みのやつは多分受けると思うんですけど、うん、俺もトイック慣れてるから別にとも思わないけどさすがっす、さすがっす、そもそもだって英語長文なんて普段読む
文章に比べれば次回は。そうです。雑誌、新聞でも、記事、一記事にも似てない。森田先生はあれですか、スキャニングして読んでる感じですか、情報。それとももうなんか英文見て。やんないよ、スキャニングなんてわざわざ。もう別にだって終わるんだから。文章を読んで、もうパッパッパってやる。でもなんか。でももちろん、表とかはやるよ。あ、まあそうですね。でも確かに大学入ってその大学の教科書とかそういうやつ見たら、高校までの長文とかいかにお子ちゃまやったんかっていうのが。全然長さも単語のレベルも違うし、そうそうそう、うわー押してるもんね。今日ってちゃんと高校範囲作られてんねんなっていう。そうだよ、当たり前だよ。そう、 B2 レベルにしてるんだから。大学ほんまにやばい。大学の英語のあれとか長すぎて全然番号分からん単語みたいな。いただきます。いただきます。その後はその授業によるしね、その先生だったりその授業の教材によるから。まああなたはちゃんとマーチだからね。まあ一応中央だから。うまい。やる授業、難しいやつは難しい。やるから先生が。いただきます。いやー、うまい。うん。おいしい。あ、そうだ、英検受けないと。そうだよ。英検利用するんですか、入試が。もうそのあたり疎いんで全然わかんないですけど。まあ、次第はね、使えるとこ多いから。うん。現役と去年は使ってて、うん、で立教で使ってたんですよ、うん、でも今年多分期限切れちゃうんで、うん、高専の時に取ったやつがずっと去年も使ってたんですけど、うん、使い回しできないから取らなきゃなみたいな。なるほど。難しくなっちゃったよ、もう。そうなんですよ、ようやくでしたっけ。ようやくが出たから。あれ英語でようやくですか。当たり前だろ。いや、なんかで日本語でようやくするあれは採点基準はどうやってやってるんですか。うん、そんなのまあ多少は出てるけど、うん、正確には出てない。あ、でも確かに英検って森田先生って言えるぐらいですよ、最大英作文の最大に。ゆるめちゃくちゃゆるめっちゃゆる。あ、なんか峰さんの動画で言ってました。とんでもなく英傑ない文法でも点数つく。峰の英作文見てもまあこちらの本当にお願いします、はい、お願いします。あ、すでも1級、現金の時3回連続で落ちてるんですよ、僕。1級…あ、1級じゃない、間違えた、順一を。1級は現金で高校に行くって。ちょっと、すまない。入試。もう、なんとも苦手意識が。そうだよね。カンタロウさん、職人の首されてますもん。もう、出てる。俺じゃね？出てる。よしなぁ。入試当日とかも全然もう東京に来たのが嬉しすぎて、東京の町田とかだったんだ。嬉しすぎて八高行って、八高行っただけでもう受験終わりやんだ。すごい。そういうことね。渋谷の八高ね。八高。八高ってなんだよ。八高って八高。高校だよ、その名前。どこだ。どこの高校だよ、って八高。関西はね、全部アクセント、ね、違うんで。あ、いやいや、イントネーションは全部違うんで。やっぱ、ちゃいます。違います。違いますよ、もちろん。ちゃいますよ。全然。いやー、すげえ。神田さん、この大きいのは何ですか。これは島味だ。島味。島味。じゃあ、スキー島味。最初のポーズ。基本的に、ないじゃん。だって、ほぼ、一文字の単語じゃない限りは同じにならないからね。そうです、うん、全部。だって島味も違うじゃん。確かに。島味じゃないでしょ、関西だったら。え、いや、いや、アクセントだよ。いやじゃん、単語が変わるじゃなくて。島味。島味って言わないでしょ。え、いや、僕は島味ですよ。島味っていうの。え、普通に、その、お店の人が島味って言ってたの。それ、そう。ええ、単語。まあ、だから島味のところ変わらないの。いや、島味。島味はそんなに。マグロは？マグロです。赤。赤違う。単語が変わるじゃなくて、アクセント。マグロは僕、マグロ。そう、でも割とでも標準っぽいですけどね。僕の家は割と標準は、そのゴリゴリ関西弁じゃなくて。そこまで。だけど。はい。そう、今、昔ほどはそんなきつい
表現きつい人はいないのかな。マグロを注文する。言って。ま、マグロ。オーダーマグロになるじゃん。ああ、英語で言えって意味か。違うよ。オーダーって普通に言っちゃう。マグロじゃなくてマグロになるでしょ、多分。ああ、マグロみたく。マグロに。マグロって英語でなんすか。ツン、ツン、ツンだ。トゥー、トゥー、トゥーですね。トゥー、トゥーだ。いただきます。ツはないですからね。五島のツは存在しませんから、英語で。お、ありがとうございます。じゃこれも取っとくか、じゃあ。うん。いや、本当に大人が美味しい。うん、日本語ちょこちょこおかしいよね、本当に大人が美味しい。え、美味しい、おかしいですか。いやいや、他、他美味しくないのかっていう。ああ、すごい。そういうことですかね、それ。万太郎さんの技術じゃないよ。いや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 。こんな思ってた。あ、しました。はい、お願いします。あとは、次食べてください。僕も大丈夫かな、いっぱい。お水はフルですか。もうフルね、はい。シマジュいいね。バオラ、ね、中国語だね。シマジュは他、はい、食べる人は。あ、はい、あ、もう一度いいのね。あ、もう、もう大丈夫です、もう。どうしよう。韓国語の、はい、ペグロ。え、森田先生、何かこう、トリリンガル、トライリンガルでした。韓国語はできます。韓国語、フランス語。フランス語はできない、そんなに。英語、韓国語と他、なんか日本語に決まってるよ。日本語に決まってる。日本語以外のやつ、どこか、他なんか。トリだから今だね、もう3つじゃん。まあ、もうこんなにご飯減ってるしゃすごい食べた。食べてるよ。仮面浪人でどうやってやっていくんだって思うけどね。図書館ですね。大学の図書館。一日何時間取りやらせてるんですか。あ、すいません。バイトない日だから、大学の図書館に行って。大学の図書館が10時前だ。今10時。授業終わるのが5時、はいはいはい、次6時ちょいとか。え、もう課題とかありますよね。課題はまあ、でも、その日中、その授業中にやるとかが。ああ、まあでも確かに文系だったらそんなに。そんなにその、いわゆるゴリゴリの課題みたいなのはないです。ポートとかは、そんなに。そういうポートとかは、ね。全然。1年生やったら多くても2000人、500字とか3000字いかないぐらいなんで、そんなに。ちょっと、お手紙。現役の時は思い出せます。読むんですか。情報とかって、もうやってるんですか。はい。もう、これはそう。早めに、とりあえず買っとこうと思って、スタートになったって言っても。わかんないですね。問題が全然わかんない。どんな問題だろう。闘神の模試とかだけ見てると、なんかパズルみたいな変な問題出てたんで、数学みたいな。よくわかんないですよ。僕らが1年生とかにやってた情報とはまた違う。シャーブのことなんですよね。社会と情報確か僕らの時の名前、社会と情報っていう科目があって、そうなんですね。高校の時。それが多分、今、情報維持っていう。もっと専門的みたいな。自分自身。おいしと。ありがとうございます。ごちそうさまでございます。